こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、夏におじさんに見える NG コーデ参戦ということで、皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。夏の着こなしって僕は結構難しいかなと思ってるんですね。これはなぜかというと、夏って本当にこう暑いので、重ね着ができないで、基本的には単品で見せることが多いかなと思うんですね。 T シャツとか、ポロシャツとか、半袖シャツだとか、こういったものを一点勝負になるので、あまりこのコーディネートに奥行きが出せないのと、単品のアイテム選びを失敗すると、どうにも挽回ができないというところ、ここにね、やっぱり難しさがあるかなと思うんですね。しかも夏になると暑いので、あんまりですね、おしゃれのことを考えづらくなってくるっていうところもですね、あるので、どうしても夏の着こなしって手抜きになりがちかなと思うんですね。 そこで今回はですね、夏のコーディネートの NG をですね、具体的に皆さんに見ていただくことで、あ、こういったアイテムが厳しいんだなとか、こういった組み合わせはなかなか難しいんだなっていうことを、まずは知っていただきたいんですね。そしてその NG を知った上で、それをどう変換すれば素敵に見せることができるのか、このあたりまでしっかりと皆さんに解説したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 おそらくですね、今回ご紹介するようなアイテムだとか着こなしって、皆さんの中でも思い当たる節があると思うんですね。ですので動画を見ながらこの機会に一点だけでも買い替えてみるだとか、コーディネートのバランスを変えてみるだとか、そんな形でですね、改善していただくと、だいぶ夏の着こなしがですね、素敵に見えやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、夏にやると失敗しがちなコーデですね、具体的に皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、こちらのイラストのようなポロシャツとベージュのチノパン、しかも七分丈ぐらいのものを使ったコーディネートなんですけども、こういったですね、結構パパ世代が多くて、夏はですね、ちょっと難しいかなと思うんですね。 ポロシャツって結構定番的な夏のトップスだと思うんですよね。まあ、襟がついていて、なおかつですね、サイズ感もタイトだと、それなりに綺麗めに見えるので、結構着てる男性は多いかなと思うんですが、 これがまたですね、めちゃくちゃ難しいアイテムだと思うんですね。まあ、とりあえず、ポロシャツを着ていればいいや、という感覚できると、失敗しがちなのが、ポロシャツというアイテムですね。まあ、このイラストのように、例えば、ボーダーの入ったものだとか、あとはですね、単色なんだけども、袖の部分だとか、あとはですね、襟周りにちょっと装飾が入ってたりだとか、さらには、大きめのロゴが入ってたりだとか、プリントの入ってるようなポロシャツというのは、 本当に合わせるのが難しいので、できれば避けておいた方がいいかなと思うんですね、まあ。ポロシャツというものにも流行がありまして、かつてはですね、結構タイトなポロシャツというものが流行ったりだとか、あとはポロシャツの襟を立てたりだとか、第二ボタンまで開けて、ちょっとセクシーに着たいだとか、まあいろんな着方をしていた時期があるんですが、最近はですね、このようなちょっと装飾的なポロシャツというのはあんまり流行らなくなってきたんですね。ポロシャツが何も NG というわけではなくて、今までの感覚でちょっと とピチピチのポロシャツを選んだりだとか、派手さのあるようなポロシャツを選ぶと、まず失敗しがちだというところは、皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。もしポロシャツを選ぶのであれば、サイズ感は少しゆとりがあった方が今っぽいかなと思います。あとは装飾は極力なくしてしまって、選ぶならブラックだとかネイビーのような濃い色を選んでもらうとか、 あとはですね、こちらの写真のようなですね、今期のグリーンレーベルさんとコラボレーションで作ったポロシャツなんですが、ちょっと綺麗なブルーだとか、こういったものを取り入れることで、おじさんぽさというところを出さないようにしてあげると、結構バランスが取りやすいかなと思います。そして、第2ボタンまで開けて、肌をいっぱい覗かせるというよりはですね、下に白 T シャツを着て、襟元から覗かせてあげるだとか、第1ボタンだけ開けてですね、肌の見える分量を調整したいだとか、まあ、あえてですね、全部ボタンを閉めて、小綺麗に見せてあげる のもいいいかなと思います、まあ、こんな形でポロシャツはおじさんに見えやすいアイテムだということを頭の片隅に置きながら適当に選ぶのではなくてサイズ感は少し緩めにしてあげてあとは色は濃い色にするかもしくはちょっと明るいブルー系にしてあげるだとかそういった形で調整してあげると結構濃いネットがしやすいかなと思いますそしてその下に合わせているボトムスですね、まあ、血のパンのようなもので竹の長さが中途半端 そして折り返すとチェック柄みたいなものが覗くボトムスですね。こういったものを結構ポロシャツと合わせてる方が多いんですが、まあどちらもですね、ドシンプルというよりは少し細部にデザインのですね、カビな部分が入ってるものなんですね。こういったところがあるとパッと見はおしゃれな感じがするんですが、どうしても子供っぽく見えたりだとか、あとはチープに見えてしまう部分があるので、できればこういった装飾部分はそぎ落として、もう本当にベーシックなものを選んだ方が僕は合わせやしやすいかなと思います。 で、このような中途半端だけのボトムスというのは、今はなかなか流行らなくて、子供っぽく見えたりだとか、ちょっとこう時代的には古臭い感じがしてしまうので、もしボトムスを履くのであれば、フルレングスより少し短いぐらいですね。いわゆるノークッションと呼ばれるような、靴とボトムスの間に空間があまりできないぐらいですね。 変にもたつきがありすぎるのもやぼったく見えるんですが、かといって七分丈ぐらいまで短いと、それまた大人っぽく見えないので、ちゃんとですね、フルレングスのボトムスをノークッションか、またはハーフクッションぐらい仕上げてもらうのがバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてその際に選ぶべきボトムスなんですが、まあ、ベージュのチノパンでもテーパードの効いた、やや細身のものであれば、まだバランスがいいかなと思うんですが、できればネイビーですとか、グレーですとか、ブラックのような、 濃い色のものですね。そういったものを選んでいただくとバランスがいいんじゃないのかなと思います。センタープレスが入ってるようなスラックス型のものなんかがよりバランスがいいかなと思うので、まあこういったものを合わせていただくとすごくですね、ポロシャツのスタイルでも大人っぽく、今っぽく見せることができるので、ぜひですね、ポロシャツの選び方、そしてボトムスの選び方、こちらの写真を参考しながらですね、選んでいただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、こちらのイラストを見ていただきたいんですが、全身がかなりカジュアルなのが分かっていただけるかなと思います。上半身は、 プリントの T シャツを着て、ボトムスは短パンですね。そして足元はサンダルということで、もう全身がカジュアル一辺倒なので、こういった着こなしは本当におじさんっぽく見えるので、なるべく避けた方がいいんじゃないのかなと思っています。まず上半身から見ていきたいなと思うんですが、プリント T シャツは僕自身大好きなんですね。今も着てますが、ただですね、このプリント T シャツっていうのはなかなかの癖物で、大人が着るとですね、素敵に見えづらいというところもあるんですね。世、ま、の、あ、中にはいろんなプリント T シャツがあるんですが。 ほとんどのものがかなりカジュアル度が高くて単品で見た時に子供っぽく見えがちだという問題点があるんですね。ですので、プリント T シャツというのはある程度オシャレの習得度が上がってきた時に着るべきものであって、なかなかですね、気軽に着るべきものではないというところ、ここは頭の片隅に置いていただければなと思っています。しかもですね、このプリント T シャツを合わせた上にですね、ボトムス、こういったものを短パンにしてしまうとめちゃくちゃカジュアルになってしまうんですね。少年みたいな着こなしなのに着ている自分 自身はもうとっくに大人の雰囲気というところで、このギャップがですね、すごくアンバランスで、なかなか相性が良くないかなと思うので、このようなカジュアルすぎる着こなしというのは注意が必要かなと思います。そしてサンダルですね。これもですね、サンダルというのは最近またトレンドのアイテムの一つとして浮上してきてるんですが、サンダルの中でも綺麗なものと、あとはカジュアルなものがあるんですね。 こちらで履いてるような、いわゆるですね、もうベランダで履くようなサンダルというのは、あまりですね、外出時に履くようなものではなくて、できればもう少し綺麗に見えるような、レザー製のサンダルだとか、 ブラック単色のシンプルなデザインのものだとか、こういったものに変えてあげた方が僕はバランスがいいかなと思います。そして短パンにサンダル、そして半袖の T シャツというところで3連コンボになってしまうと、これはどうにも素敵に見えづらいので、サンダルを履くときにはあえてフルレングスのものを履いて、足元だけはちょっと清涼感を出すだとか、こういった形で全身がカジュアルにならないようにバランスを取ることがすごく重要なのかなと思っています。じゃあこの着こなしをどのように素敵にすればいいのかと言いますと、まず プリント T シャツなんですが、これはちょっと難易度が高いかなと思いますので、ぜひ無地の T シャツを合わせてみてください。もう皆さんもですね、ご存知のユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツだとか、そういったものであれば、1枚で着ても十分に様になりますし、程よくサイズ感がゆったりしているので、 お腹の丸みだとかを隠すこともできますし T シャツ1枚なんだけども手抜き感がないのでこういった無地 T シャツを合わせた方がはるかにバランスがいいんじゃないのかなと思いますそして短パンを選ぶときなんですがこちらのイラストのようにちょっとこう派手な色だとか明るい色を合わせてしまうと 短パンがカジュアルなのに、なおかつ色まで遊んでしまうと、どうにもカジュアルさが止まらなくなってしまうので、選ぶのであれば、ブラックネイビーぐらいの方が、僕はバランスがいいかなと思うので、こういった大人っぽいショートパンツですね。まあ、ユニクで言うと、ギアショーツだとか、あとはグラミチのショートパンツだとか、そういったものを選んでもらうと、まずバランスが取りやすいかなと思います。 で、足元に関してはサンダルを選ぶのであれば、もうちょっと大人っぽく見えるようなビルケンショックのサンダルですとか、あとは手羽のサンダルだとか、または最近だとブルカサンダルだとか、あとはレザー系のサンダルも多く出てるので、まあ、そういったものを合わせてもらうことで、まあ、大人っぽさというところをバランス取ってあげるとすごくいいかなと思うので、ぜひこういったスタイルも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の夏の NG コーデなんですが、 今度はですね、半袖のチェックシャツを上に羽織って、その下にはプリント T シャツ、そしてボトムスは昔ながらの細くもない、太くもないですね、ブルーデニムというコーディネートですね。これも結構やりがちなんですね。まあ、夏になると結構ですね、半袖シャツを着る方も多かったりするんですね。まあ、このアイテム自体が全部 NG かというと、そんなことはなくて、以前はですね、半袖シャツイコール NG アイテムということが多かったんですが、最近はですね、こちらの 画像のような結構トレンド感のあるような無地の反省シャツというものも出てきてるんですね。ですので必ずしも NG ではないんですが、 こちらのイラストのようなチェック柄のですね、鮮やかな半袖シャツは本当におじさんっぽく見えるので、ちょっとやめておいた方がいいのかなと思います。こういったものを上手に使える方というのはほとんどいないというぐらいですね、難易度が高いので、まあ、気軽にですね、夏のポップさというところを半袖のチェックシャツで出すっていうのは、ちょっと良しておいた方がいいのかなというふうに思っています。じゃあ、どのようなものを着ればいいのかというと、先ほどもお伝えしたように、半袖のオープンカラーシャツですとか、 あとはレギュラーカラーのシャツでもいいんですが、まあこういったものを選んでもらった方が今のトレンド感とも合いますし、程よく大人っぽさが出るので、選んでおいてまず失敗はないかなと思います。まあ、僕の動画の中でも結構オープンカラーシャツってこれまでたくさんあげてきたかなと思うんですね。ユニクロとセオリーのコラボレーションモデルだとか、あとは GU のですね、ちょっとゆったりめのサイズ感の オープンカラーシャツ。これはですね、ブルーという色合いがすごく良かったかなと思いますし、ユニクロとマルニのオープンカラーシャツ。こういったもののネイビー系なんかも結構色が綺麗なので、まあそういった無地系のオープンカラーシャツに変えてあげるだけで、ガラリと雰囲気が変わるので、ぜひ皆さんもこういったものに変えていただきたいなと思っています。で、ボトムスなんですが、ブルーデニムってやっぱりですね、定番的で使いやすいかなと思うんですが、夏場に履くと生地もそこそこ熱いですし、 まあタイトなものだと貼り付くようで暑いし、ワイドなものだとまたもたついてそれまた暑く感じるんですね。ですので、夏場のデニムというところはちょっとやめておいて、例えばこちらの画像のようなシアサッカーパンツですね。 表面に凹凸感があって、軽量なもの、こういったものを履いていただくと、季節感も出すことができますし、肌にもベタっと貼り付かないので、すごく快適かなと思うんですね。まあ、このようなグレー系のシャサッカーのパンツだとか、そういったものとオープンカラーシャツを合わせてもらうと、もう間違いのないコーディネートが完成するので、ぜひこういったスタイリングをですね、皆さんもお試しいただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、夏にするとおじさんっぽく見えるですね。NG コーデ参戦ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、どのコーディネートも結構カジュアル度が高いんですよね。 コロシャツだったら、例えば、ワッペンがついてるだとか、袖周りだとか、襟周りに装飾がついてあるだとか、ボーダー柄だとか、こういったカジュアル度が高いものは NG ですし、あとプリント T シャツですね。こういったものもなかなか難しい。半袖シャツでもチェックシャツだったりすると、やっぱり不倫気的にはですね、カジュアル度が高すぎてしまうので、まあそういったものを選ぶのではなくて、なるべく大人っぽく見えるような無地のものを選ぶだとか、色も濃いものを選んでみたりだとか、そういった工夫が必要なのかなと思います。そこさえ ちゃんと押さえておけば、まあ、なるべく手抜きをしながら素敵なスタイルというか、ま、あ最低でもですね、70点ぐらいは取れるようなスタイルが完成するかなと思うので、ぜひですね、皆さんも今回の動画を参考にしながら、夏のコーディネートを楽しんでいただければなと思っています。まあ、参考までにですね、今回ご紹介した商品をですね、下にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方も見ながらですね、夏の今日なしを楽しんでいただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、ぜひ概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、ちょっと動画を見る時間がなかなかないんだよなという方はですね、最近オンラインサロンというものを始めました。 文章と写真を使って、なるべくコンパクトに、だいたい1分ぐらいで見れるような記事をですね、1日5回ぐらいアップしているので、ぜひそちらの方もですね、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。